You're listening to Shibuya Cross FM. こんにちは、2月22222の日、はい、今日は、今日はじゃない16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻勇樹です。甘味処の加賀谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや加賀谷さん、はい、あのほんとたびたびなんですが、はいは二人きりの、ありがとうございます。今日ももうね、あの高校の部室のノリでね、あのこれがまさにラジオという感じで、いや本当僕的には楽しませて申し訳ないというか、何をおっしゃいますか。いや僕はね大好きなんですよ、こういうノリが、一番一です、はい、なのでこうちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。2人で、はい、2人でやっていきたいなと思いますが、さあ寒い、どうしたんですか急にこれね。今日はめちゃ寒い本当に。おとといですか、まあ、半袖でもいいぐらいやったかったって、20度超えるか超えないかとか。そうなんですよ、今日一転ね、極寒で、僕さっきスタッフの方とお話しさせていただいたんですけど、はい、6枚着てきました。何をですか。洋服を。え、加賀谷さん、はい、タンクトップ、ヒートテック、極暖 T シャツ、パーカー、ダウンと。この、あ、加賀谷さんごめんなさい、やっぱりちょっと太ってもらっていいですか。あのそうなんですよ、してくださいってくらい。6枚着て細身に見えるっていう。6枚、そう、ちょっとまだ持て余してましたね。いやもうね、はい、今年は加賀谷さんのデブ化計画。そうなんですよ、あのうちのチャーハン天野がね、はい、そういう風に知ってるんですけど、あいつ結局俺のもん全部横取りしてくる。そうなんですよ、あの結構加賀谷さん大きくなりましたよね。加賀谷さんのチャーハンさん、そう、あのパンプアップしてあいつ本当にもう。まあなんかプロレスやる。そうなん、これだからちょっと自然に鍛えられてるっていうのも、はい、元々ね筋肉あるんで彼は。いや、ああいうこと全然太んないからってずっと言ってましたよ。そうなんだ、あーみたいな、食べてるんだけどなみたいな。そうそう、まあ物事を点で捉えるタイプなんで彼は。はい、ということで始めていきたいと思いますが、はい、今日は何の日のコーナー。ほう、はい、222ですよ。そうなんです、本日はですね、こちらじゃん、本日2月22ですね、はい、2が抜けてます、ごめんなさい。2月22は猫の日よ。猫の日、猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、ね、猫と共にこの喜びをかみしめる記念日。あ、そうです、ね、らしいんですよ。もうなんかね、にゃんにゃんにゃんということで、はははは、222ということで猫の日になったそうです。 CM でありましたけどね、にゃんにゃんにゃんの。はいはいはい、加賀谷さんは猫派ですか犬派ですか。僕どっちかというと猫なんですよね。それはやっぱ昔あの自転車通学で高校に通ってる頃に、やっぱり散歩してる犬にあのこう おじい様が散歩されてたんですけど、やっぱママチャリで移動してたんですけど、やっぱ噛みつかれたことがあって、はい、キャンキャンって言われて、それ以来やっぱ僕はあの猫一択になりましたね。犬がちょっと苦手というか。そうなんですよね。ああ、なるほど。やっぱ純朴な坊主の高校生に急に噛みついてきたんで。ですね、びっくりしちゃった。あの頃はね、の野球でね、もう本当ピスタチオって言われてましたからね、頭の形が。あのあまりにもピスタチオに似てるって言われて。あ、それじゃいいんですけど。いや、お前拾ってくれ、あの、ま、剥いた殻のように拾ってくれ。うまい。ちょっと今日も来てますよ。来てますよ本当に。そのか、なのでペットとか、ペットはね、うちマンションがまだ飼っちゃダメなマンションなんで、はい、まだ飼ったことはないんですけど、飼ってみたいとかあります。まあ、猫は いずれね一回ね可愛らしいんで、うん、飼ってみたいと思ってます。なんか猫派犬派みたいな。で、お、確かデータだとどっちが多いんですか。猫が多いらしいですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんかイメージとしてはワンちゃんもね、あのペットにしてる方の方がイメージ多かったんで。そうなんですよね。ただなんかワンちゃんは散歩させるから、うん、目にする回数が多いんで多く感じる。で、猫は散歩させないじゃないですか。こんなリールつけないですもんね。そうなんですよ。で、多頭飼いする猫の方が多いらしいんですよ。なるほど。一匹で飼うっていいらしくて。なるほどなるほど。でもワンちゃんって一匹飼いが多かったり、ね、やっぱ大変なんでね、散歩も大変ですし。はい。藤巻さんはどっち派なんですか。うちはあの実家がワンちゃんを飼っているので、猫派。いや逆やな。嘘です。丁寧な振りですごい NSC1 ページ目に載ってる綺麗なボケやな。今のうまいっすよ。はい、皆さん、いい、あの、ね、いワンちゃん派なんですよ。ワンちゃん派なんですね。はい、それあの王貞治のこと言ってます。そうなんですよ、ワンちゃん、あのナンバーワン、ナンバーワンの、はい、あの世界のホームランを、世界のホームランを乗るな乗るな。WBC 第1回監督ね、監督の優勝の、はい、いいんですよ、いいです、ワンちゃん王さんじゃなくて、あ、
犬派ですね。犬派なん、あ、そうなんですね。はい、まあ、ワンちゃんのあの愛くるしい感じがやっぱたまらないんですよね。はははは。なので僕も、僕あの実家では飼ってるんですけど、個人的には飼ってないんですよね。うん、なるほど。いずれまあ飼いたいなと思うんですけど、犬種はなんかこれいろんなのあるじゃないですか。はい、もう僕の中の偏見とかもいろいろあるんですけど、はい、あのほらちょっとね綺麗なお姉さんは、あの美容に詳しいお姉さんとかは、はい、家にこう可愛いチワワを飼ってるとか、ね、チワワとか、はい、トイプーとか、トイプーとか、で藤巻さんは？僕あの今実家はミニチュアシュナウザー、お、シュナウザー、 おじいちゃんっぽい見た目の、いいです、わかります、灰色の、はい、なんでまあ今これ現飼ってるシュナウザーいいなと思うんですが、うんうんうん、やっぱ外に出るお仕事っていうか多いので、うん、そかそかそか、なかなかワンちゃんをね、散歩とかね、やっぱ定期的にやんなきゃいけないし、家に帰んなきゃまずいけないし、泊まりの仕事とか大変ですからね。はい、なのでちょっと悩みどころなんですが、はあ、さあなんか加賀谷さん、動物とか、はい、エピソードあったりします？動物、その犬に噛まれた以外でね、はい、まあ、いっぱいありますけど、うん、まあ動物園好きですか？動物園はあのね、僕あのキリンが好きなんですよ。キリンやっぱね、あんだけ首が長いっていうのはね、やっぱ神秘的だったんで、やっぱどうしてあのね、高枝の実をこう食べるためにあんだけ首が長くなったんだろうとか確かに、ああ確かに、ね、で動物園行ったら僕はいつも例えられるのが、お前フラミンゴみたいだなって言われるんで、あのやっぱ細い長い足で確かに永遠と寒風吹きサブ中ずっと耐えてる、微動だにせず、はいはい、でたまに足変えたり疲れたんかな、疲れたんかなっていう、あーそう、フラミン、あー、キリンですか？キリンとフラミンゴと、あとやっぱもうほんとごく稀に見られるあのクジャクの開いたあの姿、うん、ああいうのを見るとやっぱ動物園っていいな、あ、いいっすよね、はい、いやなんか今いろいろそれこそ世の中だと野生のクマ、クマ、あ、とかがこう出てきちゃって、まあ、多いですよね最近、うん、ね、あの東北の方かな、うん、結構民家の前に出てきたとかね、結構いますよね、なんか立てこもりみたいな、立てこもりそう、びっくりするじゃないですか、まあなんかいろいろ賛否あるんですよ、で僕はまああんまりそのどうこう言いたくないんですけど、まあ共存できたらなと、ほう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 、あの野生の動物とも、はい、鹿とかよく出る、そうなんですよ、あの、うん、なんて言えばいいか、こう我々がだけじゃないじゃないですか、うんうん、世の中、ね、そう、地球ってなんか、まあ、まあ人間の安全が第一ないでいいんですけど、とともにこうなんか、ね、うん、野生の動物も共に暮らせていけたらなという、なんかこうずるいですよね、いやでもこっちのその気持ちが伝われば向こうもね、動物たちも感覚的なもんでしょうから、はい、それが伝われば全然、はい、そうなんですよ、ただね我々が多分どんどん森をやっちゃったりしてるのかなとか、あとキャンプブームで勝手にね、そうだ、行っちゃって、で残飯を残してとか、残して、でそれをあさりに来るとか、まあいろいろあるみたいなんで、と共存共存というふうにね思っております。なるほど、はい、じゃあそれではじゃあ始めていきましょうか、はい、はいはい、エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車最安値の更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしますということで、はい、通常はね今いい間だったな日向さんがコーナーやるんですけど、そうそう、日向さんね、はい、まあたびたびねちょっとこうお仕事で欠席するので、うん、加賀谷さんなんかこう、あ、いいんですか、じゃあ、ええ、今日は一つだけじゃあ、はい、ちょっとトークテーマをよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということで、昨日、はい、東京都が今年の年内の目標に掲げたカスタマーハラスメント防止条例と、カスタマーハラスメント防止条例、まあパね、はい、モンスターペアレントとかも、はい、いう言葉もありますけど、まあ、今モラハラパワハラセクハラいろいろありますけど、はい、まあ、カスタマーハラスメント、はい、これがまあ、お客様がこういろいろ面倒なことを言う人が最近増えてきてるとはい、いうことなんですよね、はい、まあ、例えば、なんかいろいろ不備があったり飲食店だったり、まあ、企業とかもそうなんですけれども、過度な謝罪を要求してこう土下座をしなさいとか、はい、もう長期間にわたるクレームを長々言うとか、うん、また SNS に言うぞとか晒すぞとか、あと本部に電話するぞとか、そういう風なのがあまりにも多くて、やっぱりそれに悩んで心身もちょっとね患ってしまって、うん、労災認定が下りてる方もここ何年かでものすごくいっぱいいらっしゃると。いやなんか
僕あまりその、はい、味わってないんで。そうなんです。結構多いんです、ね、多いんですよ。で僕なんか飲食店でこうアルバイトさせていただいてる期間が長いので、はい、やっぱりそういう場面も結構出くわすんです、うん、出くわすんですやっぱりお客様がもうやっぱ急に女性スタッフに対して、あもう今じゃこう言っちゃいけないようなねこう女性なのにみたいなのですごく大声で女性を詰めスタッフを詰め倒したり。いますまだいるんですよそれが、結構いるんですよ。いや考えられないけどやっぱちょっとお酒入っちゃう、まあはい、それもありますよね。あでこうの飲まれて帰ってから多分なんかいろいろ思うことがあってお店で店長を今から来いと俺の宿泊してるホテルにって言ってそこから2時間経ってずっと説教させられたとかあるらしいんですよ僕の今直属の知り合いの方とか。そんなでも数が多くなってきたってことですね。いやそうなんですよ、はい、でそれを東京都がまあちょっとあまりにもそういう方が心労を患う方が多いので、うん、防止条例というちゃんとした制定を作って、うん、対処しましょうっていうことになったんですけど、うん、これ僕は飲食店で働いてる期間が長いんで、はい、言われる側目線で今言ったんですけど、はい、これ一個転じてねそういうお客様がこう増えたというかいっぱいいるんですけどそれってやっぱ何か金銭に触れるようなことがあったからそうなったと思うんですよ。サービスする側の方も何か不備があったりとか、うんうん、これってだからそのカスタマーハラスメントの人がまあ悪いんですけどでも100悪いじゃなくて因果関係をちゃんとこれ僕は働いてる側からして、ね、素晴らしい。やっぱねそっちだけ言ったらかわいそう。確かに本当にひどい時もあるかもしれないんでそれもちゃんと考えなきゃいけないと。素晴らしい。いうのがすごいあって、はい、でこれねオチはちゃんとつけたいんですけど、はい、僕も藤巻さんもこうカスタマーハラスメントにならないようなこう人間になっていけばいいのかなと、うん、やっぱちょっとしたことで、うん、やっぱ最近の方はすごくイラッとする方がやっぱ多いじゃないですか、うん、で藤巻さんもなんかこう逆に経験ないですか。例えばじゃあ分かりやすいので言うと飲食店に行ったりとか、はい、まあ、コンビニとかでもいいんですけどあまりにもこう対応が不備だったりとかもう頼んだものが一切出てこないとか店員さんのですか。店員さんとかあとお店自体もそうですけど あのポッケに手突っ込んだまま接客されてるいます。そんな店員さん、あこれごく稀によく言われたりするんですけど僕は僕ね味わったことないな。じゃあこう飲食店に入った瞬間に10分おしぼりもいらっしゃいませんも何もなくただ座らされてるとかないですか。ないです。ないえこれ昨今、うん、飲食店で働く方がやっぱもう分母がすごい少なくなってきちゃって、うん、お店が回らなくなってるっていうのは人材不足の、ね、はい、視点から見ると、はい、でやっぱりそういう事例が結構やっぱ多く聞くんですよ。ちなみにあります。その僕いっぱいあります。一個なんか言えるので、ごめん、ウーロンハイお願いしますって頼んだら、はいはい、やっぱもう待てど暮らせど出てこない、うん、で出てきたらウーロン茶だったみたいな、あれこれお酒入ってないですよみたいなこと言うと、はい、みたいな感じで。本当っすか。います。いや僕まだ味わったことないな。でこれってこのカスハラになるきっかけになるようなことだと思ったら、そうですね、もう僕はあちょっとすいませんと、まあすごい言い方悪くすると、予約もせずに急に入った僕が悪かったと。めちゃヘリクだよ。そんなヘリクレースはないですけど、ね、僕はすぐ店を出る風に、はい、ちゃんとお金を払って、はい、あもう大丈夫です、もういいと、っていう風に、はい、うんうんうん。だからなんかそういう風な皆さん自分にベクトルをねこう向ける考えも持って、それでもやっぱり納得いかなかったら、うん、まあ、しかるべき対処でちゃんとクレームを言った方がいいんじゃないのかなと、うん、その場で皆さんを巻き込むように大声出して、そうっすね、テンションなんてかーいみたいになるよりは難しいんですよ。だから働く側もこの防止条例ができたからって急に僕は上手になるのもおかしいと思ってるんで、やるべきことはちゃんとやってから、そうですね、そういう風な防止条例に違反してますという、ね、連絡を都にしたり警察にしたりするべきなんじゃないかなと。いや素晴らしい。すいません、なんか、いや素晴らしい。いやいやいや、いやどっちもそう問題提起ですよと、こっちだけじゃなくてこっちの問題もあるんじゃないと、なんか一方だけ責める必要もないし、そうそう、こうお互いの様じゃないですか。相手のことを思いやって行動し、うん、それが今欠けてる気がします。すごい欠けてる気がして、はい、なんか自分よがりやっぱなっちゃってます。その年代とか問わず、うん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 、みんながちょっと一回ちょっと空いてる日本の良き古き良きはどこ行ったと。どこ行ったんですね。なんか定食屋のおばちゃんとかはそんなねキーキーごめんね遅れちゃって、うん、とか言って今作ってるからとか、うん、そういうああいう会話が
あのお客様とスタッフの会話も減ってると思いますし、僕は。いやなんかこうめっちゃ大事。僕も今日実はね、自分のテーマでそれ言う、あ、経営の、そうなんですよ。その違うテーマから それがあったんでちょっとびっくりしてるし、あ、すいません。でも大事だと思います。うん、僕はあんまり、そう、藤巻さんクラスのやっぱこういい男になるとやっぱりね、僕ねあんま気にしないんです。そう、あ、藤巻さん自体がね、だそれのタイプが最近多分だから結構レアケースな、今みんなすごく神経過敏になってる人もいるので、うんうん、なんか僕も飲食めっちゃやってたんで、あ、そっか、飲食の気持ちも分かるし、か、例えば10分来なかったとしたらなんかまあ呼ぶにして、うん、ごめんなさい忘れてるかなみたいな、うん、最初の乾杯のドリンクとかがね、そうですそうです、うん、ウーロンハイだったら、あ、中国まで行ってんのかなみたいな、茶葉摘みに行ってんのかな、うん、行ってんのかなって、えっ、ってそしたら俺すいませんすぐやりますってすぐ行くタイプ、すぐ行くタイプみたいな、そう、なんかちょっとしたなんか、そうそうそう、ユーモアにね、ウィットに富んだそういう返しとかでいいような気が、で、あまりに舌打ちがとかだったらちょっとおかしいんじゃないで、いいんですよ、温和にす、なんだろう、おかしいはおかしいですから ね、そう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 、だってもう店が回ってないのにお客様を無理やり入れるなという話なんで、うん、なので、まあ、本当にお互い様、みんなね、これ大事ですよ、 50-50 で物事を考えてほしいと僕は、はい、もう優劣ないんで、うん、いや、思います。お客様は神様じゃないですからね、はい、はい、お客様ですから、そうなんです、ということでね、すいません、ありがとうございます。いや素晴らしい、いやいやいや、なんかこうこればっかね気になっちゃってたんで、はい、逆になんか言いたいことも言えない世の中になるのがね、反町隆史さんも言ってましたけど、すごく嫌なんで、ポイズンです、ね、DTO DTO あのリバイバルされるリバイバル、そう夫婦共演やかましいわ、はい、ということで、ちょっとあの僕はね、ごめんなさい、はい、このカスハラもいいんですが、はいはい、やっぱり加賀さんと2人の時は、うん、ちょっとごめんなさい、野球の話したってしょうがない、あ、パパパパパパですね、はい、もうすぐ3月の後半ですかね、もう開幕です、開幕なんで、あと1ヶ月ちょっとなので、うん、プロ野球もちょっと僕はね、加賀さんはあのパリーグが好きですよね、そうですよね、確か、はい、ですがちょっとこうセリーグが僕好きなんで、はいはい、あのジャイアンツファンなので、はははセリーグの2024年のシーズンの1位、はい、ちょっと占ってみませんか。なるほどなるほど、はい、これはもう絶対にこのアーカイブとしても必ず画像が残り、はい、動画が残りますし、はい、ここはちょっとじゃあやりましょうか、はい、じゃあもう私から、はい、いやもちろん今ね豪語した通りも巨人ですよ、そのゆえんというか理由を聞きたいですね、いやいやいや、そのいや今のいやいやちょっと皆さん聞いてました、いやいやあの愚問だぐらいなんですよなんかどうしちゃったんですかって感じですよ、なんでですかそこ、我らが原監督の勇退、はい、そして我らの、はい、新しきニューリーダ ー, ニ ー, リ ー, ダー安倍晋之助の監督の誕生ということで、なるほど、あの近年で安倍晋之助よりすごいキャッチャーっています、わ、いないっすね、いないですよね、城島選手、安倍晋之助選手ですよね、もう双璧を成していた、その以降はいない、その一世前は古田さんとか、あ、そうですね、いましたけど、やっぱり安倍晋之助以降で安倍晋之助ぐらい活躍してる人いないんですよ、ほう、なんで安倍晋之助ってすごいんですよ、すごいですよ、僕大好きなんですよ安倍さん、大好き、もうなんか一部でねちょっと昭和だとか、うんうん、なんか言われてますけど、まあプロなんで、プロ野球はその年功序列でもないし、実力至上主義、そうなんですよ、で多くが30代とかで引退の短き期間で、うん、もう実力主義な中でやっぱなんだろう、こうあよしよしじゃやっていけないんですよ、うん、やってけないと、確かにその中でこうなんだろうな、多分彼も昭和のめちゃくちゃそのそうですよ、当たりの強い時期を知ってながらあそこまで行ってっていう、もうレジェン、僕の中でレジェンドなんですよ、まあ、世代的にもう50年100年は出ないかもしれないですね、彼みたいなキャッチャーは、ジャイアンツの中で一番の保守は僕安倍さんなんで、いや間違いなく歴代1位だと思います、ジャイアンツの中でも、はい、あの創設100年超えてもその彼が若き指揮官となり、お我が読売ジャイアンツを引っ張るとオーナーかいやオーナーになりたいですよ、なれるもんならオーナーか、そのね
巨人ですやっぱ。じゃあこれは何、世間通説で言われてる名選手名監督にならずという、これを払拭できるじゃないかな。あの落合監督って名監督であり名選手だったと思うんですよ。なのでそれはもう古いと、なるほど、僕の中では。いやもう別に名監督が、はい、名選手が名監督になれる時代なるほど思うので、はい、まあ、なれますよ安倍さんなら。なるほどね、はい、一個じゃあもし、来年の、はい、今年の11月にもしジャイアンツが優勝してなかったら、はい、出演者一同に、はい、藤巻さんが甘いものをご馳走してくれる。もちろんですよ。ありがとうございます。もちろんです。もうだって優勝するんですから。はい、でその日のオンエアはその年優勝したチームのユニフォームを僕が用意するので、はい、それを着て、はい、踏み絵のように土下座します。笠原ですよ。あれ？笠原でいいのかな？でも巨人にいたピッチャー笠原ね。やかましいわ。うわうわ、ボー君。ボー君いいのかな？あ、さあ、はい、影さん。はい。セリーグの優勝一択です。はい。はい。はい、中日ドラゴンズ、しかも青いペンで書かせていただきます。ドラゴンズブルー、ドジャースブルーと。去年のか、大突再開でしたね。やっぱ下克上野球と、やっぱ鈴木亮平さんがやったドラマもありましたけれども、やっぱりもう、いやいや、鼻で笑っちゃいますよ、これ皆さん、ちゃんと動画残しててくださいよ。ちゃんちゃらおかしいですよね。ちゃんちゃ、はい、いやいや、今年は、はい、もう中田翔選手が、はい、ね、立浪監督の3年目でもう背水の陣ですよ、はい、あと中島選手もジャイアンツから移籍して、はい、でいろんな選手がもう加入して、うん、でピッチャーがもう盤石ですよ、もう、うん、高橋宏と柳涌井のこの3枚から、確か若き精鋭たちが、はい、もう今年はもう広い名古屋ドームにバッチリ合う中田翔選手と、で柳投手っていうのが中日ドラゴンズの背番号17をつけてるんですけど、はい、まあ、大谷選手がロサンゼルスドジャースの17番をつけることによって、はい、ドラゴンズの17とドジャースの17が全くほぼ一緒なんですね。僕みたいな典型的な日本人はスペル読めないんでほぼ一緒なんですよ。だから柳投手のユニフォームが間違って今完売してるそうなんで間違ってって言っちゃってるじゃないですか。今年はファンの後押しも、そうか、ドラゴンズとドジャースで17、まあ、全部もうほぼ一緒なんで、はい、もう売り切れ続出で、みんなその17番を見にやっぱ名古屋ドームに駆けつけるんで、応援も今年はすごいです。間違えちゃってるんじゃない？立浪選手だってもうね、選手じゃ監督はタッツって呼ばれてたの、はい、今じゃもうタッチの歌になぞらえでタッツっていう歌がもうね、うん、SNS 上ではすごく今流行ってた。あ、そうですか、はあ、そう褒めてるんですよね。いやちょっと揶揄してるんですけど、おーいおーい。でもそういうのでも盛り上がって、立浪監督もその反骨心、やっぱ PL 魂なんで、まあそうですね、ああ反骨心があるんで、でも僕1位予想なんですよ。これ1位ですよ、見てて1位本当に。去年僕もし優勝しなかったら、はい、ブルーマンのように全身青ペイント、やめましょうやめましょう、多分優勝しないんでやめましょう。なんとかのつてを持って大谷翔平さん15分だけ出演お願いしますよ、ここの。あ、なるほどね、うん、どっかの、もしくは柳選手どっちか、お、素晴らしい、いろんなつてを伝って。なんか僕も中日嫌いじゃないんですよ、 むしろこう阪神強かったじゃないですか、うんうん、なので 6球団あるんで、ちょっと頑張ってほしいね。そう、なんか対抗してほしいんですよ。阪神一強みたいにちょっとなってたんだ去年、ちょっとこうね、なんだろうね、対抗馬としてね。そう、でもざわついたんですよ、まだ1試合しかやってないですけど、今年昨日14対1の大圧勝で、中日ですか、もう どこと、ロッテとやったんですけど昨日練習試合を、はい、もう背番号4番鵜飼選手、これ今年ホームラン王に出てくるような選手、はい、もう秘密兵器と言われて秘密のまま終わりそうだったんですけど、危な、もうだいぶいい選手が、あと今年ドラフトで入った辻選手とかもう素晴らしい選手がいっぱいいるんで、はい、ちょっとぜひ期待を、これ僕ちゃんとこれ覚えておくんで、アーカイブ残してあるんでね、はい、でもやっぱこれいいですね、あ、巨人対中日ね、もうこれなんかもう名ライバル級なんですから、いいですね、本当なんか僕は落合監督の時が結構見てたんで、はい、この戦いってすごかったんですよ、もうめっちゃ強かったんですよ、伝説の 10.8 もこれですからね、中日巨人ですし、先発斎藤牧原桑田で締めるこの伝説の日もそれでしたし、そうだ、やっぱ洗い場洗い場のすごかったんで、でもやっぱごめんなさい、
こうなります。こうなる。いや間空いてるわ。よくわかりました。だいぶこうなりますけども、はい、まあジャイアンツ、まあちょっとピッチャーがねちょっと不安定ですが、うん、まあ打ちますよ。そりゃ打つ、まあ、まあそうですね。まあ打ちますよ。まあまあ秋広、岡本、坂本っていうね、もう怪我さえなきゃ秋広って日本を代表する4番バッターですよ。そうですね。村上今年8、7、8番で気楽に打たして、なんかもう3番、あの3番坂本、4番岡本、5番吉川で行くっていうらしいですから。5番吉川、もうこれ安倍晋之助さんのもう1番誰ですか。1番はあの門脇くん、これケツ左の門脇や、ショート門脇。2番は誰ですか。で、丸か秋広か、新外国人これで使うっつって。丸で、3番坂本、4番岡本で、5番に機動力を使えてパンチ力もある選手をどうしよう、5番がキーだと、はい、で直樹がいけるんじゃないかと。吉川直樹か、それ5番でちょっと怪我もあるんで1番でずっと動かせるよりは。なるほど。チャンスに強いし得点圏打率も高い、これ5番吉川でいくって言ってました。ちょっと僕の藤巻ジャパンっていう藤巻ジャイアンツね、ジャイアンツだったら、はい、1番吉川です。1番吉川、はい、で2番が門脇、まあここら辺は左定石、はい、で3番坂本隼人、坂本隼人で4番岡本です。で5番秋広、僕秋広、はいはいはい、ちょっともう満振りでいいんですよ。もうここはじゃあ自由にやってくれと。そうフルスイングでいいんで、大きいの狙おうと今年は。坂本、岡本、秋広だと3人ともね走れないっていうところだけ一応頭入れておいてください。走っちゃいましょう。ダメですよ、エンジンとかつけられないですよ、ターボエンジンとか。走っちゃいましょうよ。まあそこの選手を返す。秋広ってあんな大きいのにダメですか。そしてちょっと歩幅がでかいんで走りづらいらしいです。はあ、なるほど、うん、でまああと回はまあまあ、大城が8番に行って、あとはもう丸選手とか、はい、外国人の新助っ人とかがもう、はい、使うって言ってるんで。そうですね。であとこう梶谷いたり、梶谷いたり、まあまあ、丸いたり、いろいろ、まあ、そんな感じですね。でまあピッチャーもね東郷いて、うん、で2枚目が長いんですよ。2枚目がね出てこないですよね。東郷、高橋優輝がいますよ。高橋、それがなんかね今ちょっとあんま よくないトレード要因の、今シーズン前に噂も出ちゃってて。あ、そうすか。今もう、うわちょっと書き直そうかな。阪神ってやる書こうかな。いや行きますよ。行きましょう。はい、じゃあちょっと皆さん覚えておいていただいて、覚えておいてください。これですからね、この2つなんでね。はい、はい、ということで、これ加賀さん、巨人中日はなんかどっちも優勝しなかったら何事もなかったように喋りましょう。はい、もうスルーで行きましょう。広島あたり、広島あたりがいいかもしれないんで。いや、ありがとうございます。すいません、恐縮です。はい、それでは一曲いいですかね。はい、聞いてください。トカーモスさんで海へ。広がる
はい、聞いていただきました、トカーモスさんで海へでした。ありがとうございます。さあ私のコーナー、はい、行かさせていただきます。お願いします。まずじゃあちょっと1枚目の写真見いいですかね。はい、あ、どなたか分かりますか。これはね、さすがにやっぱ白色加賀屋と言われても、はい、逆さまにしたら絵になるとかいう例題の写真にしか見えないですこれ僕です。違うわ。嘘ですね。びっくりしたこれ違います。一瞬もう一枚目見せてもらっていいですか。この方、あ、なんかこうね、なんかかあの違う方ですけども、違う、なんかね、音楽家のように見えて違うんですね。おお、最初チャイコフスキーかと思ったんですけど、うん、ちょっとシューマンかチャイコフスキーだと思ったんですけど、ちょっと違うですかね。はい、これを難しい。そうなんですよ、まあ、この二人が代表となる時代というかがあるんですよ。名前聞いたら分かります。はい、モネ。モネ、あ、ルノワ。これルノワールで一個前ですが、あれが、はい、あのさっきのヒゲモジャの方がモネ。モネです。あれモネパイセンですか。モネパイセンとルノワールパイセンなんですよ。これ名前聞いたら分かりますよね。まあ、そうですね。でも、名前分かるけど何だったっけな。まあ、代表作の絵とかを、そうなんですよ、まあ、ちょっとうまい何枚か思い浮かぶかなぐらいです、ね、画家さんです。画家さんです、はい。まあ、よく言われるのが印象派。印象派、これ聞いたことあると思います、うん、日本人結構好きです。日本人は印象派が好きです。モネ展始まるっていう CM とかであるじゃないですか。よくテレ朝の深夜でやってます。はい、はい、なので印象派とかモネとかルノワール、まあ、ルノワールなんていう喫茶店にもなってますから。そうですよ、もういつもお世話になってます。そうなんですよ、はい、でも印象派って、いつの時代って分かんないじゃないですか。明確にはね、戦国時代みたいな感じでね。そうそうそう、なんです。なのでその辺をガカッとちょっとね簡単に説明していく。画家だけにね。そうです。お、さすが。皆さん聞いてますか今の画家ってなんか無理やりな擬音だったけど、でもうまい。はい、じゃん。段今も愛される印象派って何ということで、うん、印象派というのは19世紀ですね。ほう、なので今から130年前ぐらいの話です。意外とキンキンですけどね。そうなんです、思ったより。はもっと前という印象があるんですが、うん、実はそんなに前じゃないんです。ほう、で代表的な人はルネ、あ、まあ、モネ、モネ、まあ、ルネという方もいたんですようん、うん、モネやルノワール、モネやルノワール、ルネとかいたんですよ、うんうんうん、で19世紀でもこの印象派って言われても後の派が分かんないとか。そうですね、じゃないですか。なので簡単に、この印象派というのはフランスから派生していきます、うん、物事をそのまま自然のまま捉える書き方、技法なんですか、イメージなんですけど、それ言われてもちょっと分かんないじゃないですか、うん、その前の15世紀だいぶ前ですよ、はい、15世紀で有名なのがルネッサンス。ルネッサンスって聞いたことありますか。 あります。それこそレオナルド・ダヴィンチ、ダヴィンチね、ラファエロ、なるほど、ミケランジェロ、ミケランジェロ、あ、この辺の人が活躍した15世紀です。彫刻とかも有名ですし。そうなんです。かも、そうなんです。で激動のちょっとフランスですね、うん、その印象派が19世紀、うん、このあたりですね、はい、1789年フランス革命、はい、名前は聞いたことあります。もちろん、はい、そこから第一次共和制、共和制、はい、恐怖政治、皇帝ナポレオン、ナポレオン、このぐらいの時代です。1804年第一次王政復興、まあ貴族高な時代がここで終わります。フランス革命で終わり、うん、ただ共和制ってなって貴族とかじゃなくて何々家みたいなのがまた統治するようになって恐怖政治になっちゃいます。ここで生まれたのがギロチンって言われるものですね。よく有名な首をカツンみたいな。でそれが良くないんじゃないかということで揺り戻しでナポレオンが皇帝になります、はい、そしてその後第一次王政、だから王が戻るんです。あ、また復興なんだ。30年でまたガランガクンガクンガンと変わります。でそれがまたダメなんじゃないかということでフランス革命、7月革命、はい、でその後フランス2月革命で第二次共和制でまた皇帝ナポレオン3世と、あのね、迷走してますね。ここの63年間でもうガン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 入れ替える時代だった。
どっちがいいか全然決まってないですね。わからないですよ。だって当時インターネットもなけりゃ、そっか、噂だけなんですよ。なるほどなるほど。だから揺れ動く時代なんですよね。さあこの辺、日本ではどんな時か。1852年江戸末期です。お、江戸末期、江戸末期、そうなんです。13代将軍あたりです。はあ、もう終わりかけですよ。吉野部の2個手前、2個手前あたりですね。なのでどの世界も激動だった、実は。あ、まあ、日本も含めてね。そうなんです。これでなんか、あ、江戸か、この辺日本は全く変わらない、江戸の時でもこんなに変わってたんだ、うん、世界はギュンギュン変わってた、うん、っていう時代ですね、うん、はい。なのでそれ知らなかったな、そんなにコロコロ変わってるの。そうなんですよ、うん、結構あのヨーロッパって特に領土問題で戦争あの辺多かったじゃないですか。陸つなぎだしね。そうなんです。で日本は島国なんで平和だったんですが、というところで、今も昔も悲しいかな、戦争が起きたり、うん、ちょっと世の中が不安定な時こそ文化だったり、うん、技術だったりが進歩しちゃうんです。あ、そういう時に限ってな、おお、おおに、そういうことなんです。あの文化だったら意識が変わるんですよね。だって真逆になるんですから、社会が考え変えたら変えないとね。そうなんです。で昔は、王権主義だったのが、フランス革命で市民が王をひっくり返すみたいな、ありえないんですよ。でまたでもそれが不安定になって戻っちゃう、また戻っちゃうみたいな。なのでもう文化コロコロ変わる時代ですと。 そうだ そうだ印象派の話だった。そうなんです。そうだ。そしてテーマ、これ印象派のテーマ、うん、自然とか市民ですね。じゃあもうこう見たまんまっていう感じですか。そうなんです。物事をそのまんま捉えるって。そうなんです。あと産業革命、さっき言った、まあちょっと不安定だった、でイギリスから産業革命がフランスに持ち込まれたっていうことですね、うん、これ自然市民、これはつまりその前って画家ってどうやって食ってったかっていうと、うんうん、貴族がこうやってやってるのを描く、これがパトロンって言われてたの。今でも残ってる言葉だ。 お金いただいて書くスポンサーみたいなもんです。それから自然、だってあれって室内で書いてるじゃないですか。間違いないですね。とか市民は書かない、貴族ばっか書いてる。あと室内なんですよ、これは技法の 2の技法、うん、チューブ絵の具が発達します。ほう、昔はこの時代なんですね。そうなんです、岩石とかを砕いて粉にして水で溶いて書く。なので外に持っていくのに持っていけないじゃないですか、その重いの。チューブ絵の具が発達します。それによって外で絵を描くことが可能になる。なので光と色彩が発達しますと。でその後日本ブーム、って思いません？おー、って思います。フランスのその時日本ブームだったんだと。そうなんです。浮世絵、これバリ万博1867年に出展するんですよ。あ、まあ、その頃からもうそんな交流があったんですね。そうなんです。じゃ、写楽の浮世絵みたいなの。そうなんです。ちょっとね絵をご覧ください。3枚、次のペ絵をね、これはルネッサンス、これ15世紀、これ有名なやつですね。これは、最後の晩餐ですね。そうですよね、はい、これは一点投資法といってブワーンと広がってくる、これも革命だったんです。15世紀、これルネッサンスの頃。これはルネッサンス15世紀です。ほうほう、ダ・ヴィンチが描いてます。でその次、これもルネッサンス。次もこんなの描けたんだ、ルネッサンス。すごいんですよ。次をお願いしますね。次の写真いいですかね。はい、これもルネッサンス。これミケランジェロが描いてます。はあ、はあ、はあ、ちょっと一度は目にしたことあるけれども、ちょっと題名が出ない。壁画です、壁画。はい、次のページお願いします。これルネッサンス。そうなんですか。はい、象徴となる。これね、3つに共通するのって市民描いてないですよね。どっちかというと貴族だったり、昔絵というのはキリストのを普及させるために描いたんですよ。なんでか文字を読めない人が市民にたくさんいたから、絵で伝えていたんですね。そっからですよ。次のページお願いします。これが先ほど出展されたパリ万博で葛飾北斎のね、すごい波打ったパッシャーン、これを見て衝撃受けます。そして次のページお願いします。これも、これは印象的なんですよ。これも、これどう思います？まあ、雨を
雨の描写ですか、はい、これがまあものすごくこれ我々はこう思いますよね、雨だと、はい、あれは雨だと、これヨーロッパに行く前、ヨーロッパの方々が雨を表現するのに黒線を表現できなかったんですよ。それは黒がなかったってことですか。違う、考えが雨を黒で表現するというのがなかった、その発想の仕方が。そうなんです。ほうほうほう。でこれを見て衝撃を受けるわけですよ。雨だな、確かに。昔はのヨーロッパは、下に水をかいて傘を差してるのを表現してたんだけど、黒線で雨だねっていう革命が起きたんです。日本発祥になっちゃうけど。そうなんです。あ、そうなん、はい、次のページお願いします。これが、ルネッサンスちょっと前、このこれで言うとこの辺です。革命っぽい、フランス7月革命。こっちの革命じゃないんですよ、実は。こっちの革命です。あとの方のここ、この辺、レ・ミゼラブルとかもこの辺です。結構だから時代、芸術もこうありますよね。すごい時代なんですよ。はい、さあ、じゃあ続いてお願いします。激動やな。はい、あら、さあここから来ました。急に変わりません？もうこれは印象派、印象派来ました。そうなんです。ちょっとでも味わいやっぱ深いですね。全然違いますよね、はい、造形ない僕でもなんかちょっと引き込まれる。全然違うんですよ。これ当時ね、印象派っていうのをつけた人がいるんですけど、それはさっき言ったようにサロン展示会、貴族とかが開きなさいっていうサロンから自主展覧会に変わったんですよ、うんうん、自分たち画家が出すと。若手です。市民の方も見られるような場所で。そうなんです。若手がで、そこで買えるっていう。あ、購入もできると。そう、貴族だけじゃなく我々も欲しかったら買える、まあ、結構値段は高かったりもするんですけど、うんうん、そういう時代に変わっていきます。ただですよ、若手なんですよ。もう昔の、今も昔も一緒なんですよ。結構年配の方はこれは絵じゃねえと。ほう、あ、まあ、ないからね、こういうのを見たことが。そうなんです、はあはあ、さっきの雨と一緒。なんだこれはと、うん、途中だろって言うんですよ。あ、完成じゃ、今からどんどんリアルになっていくんだろうと。そう、あ、これモネの印象派でかなり話題になったんですが、重鎮の方、バンさんという日本でいうのは篠山紀信ぐらい有名な方、ほうほうほうが見に行って、もうありえないと、落書きかと。あ、何、否定派の。否定派です。なので印象派っていうのは昔は、あ、今でゆとりでしょみたいな、ちょっとなめんなよみたいな、嫌味で言っている。印象派でしょ、そっからでも若手はどんどん、はい、私たち印象派ですと。次のページお願いします。どんどんいきますよ。これ全然違いますよね。さっきのキリストとか女神様がフュンじゃなく、はい、日常を描いてるんですよ。セーヌ川だって、これシャンゼリゼ通りか分かんないけど、なんか これを、ね、これも古株の方は この黒の点は何だとした、モネが言うわけです。これ人ですと、うんうんうん、言うんですよ。ただそのバンさんという重鎮は言うんです。いやいや、ゴミだろうと。あ、何かいと、俺がそこ行ってもそう書くのかいと、うん、そうですって。我々はそうですじゃないですか、うん、ただその昔の方はそう見えてないんです。もう ないからね、頭にその発想が。発想がないから、そう、もう このものを見てもそう見えてないっていうのを分からない。ただ若手は分かるっていう、うん、その差なんですよね。あ、次もお願いします。いいですねこれ。これだんだんね、このモネという人は、うん、光と水っていうのを表現する。そして日本連作、ね、これ連モネは連作をね、これ次のページお願いします。うまい。ほら、あれ、同じ景色を朝と夕方なんです。あ、いい、あ、なるほど、いいですよね。全く同じものだけれども全く違ったものに見えると。そうなんです。そこを表現したってことですね。で次お願いします。素晴らしいね。お、睡蓮。そこから睡蓮に行くわけです。あのね、水と光を表現するためにこういう風になっていきますということですね、うんうん、そしてルノワール、次行きましょうかね。次のページお願いします。ルノワールは一方、あ、これまだ、モネですね。まあ、睡蓮と橋、緑っていうのを表現して、うん、なんかちょっと分かってくるような気がします。そうなんですよ。だんだん全然ルネッサンスの頃と全然違うと。一方、
同じ、ライバルみたいな感じで友達のルノワール代表する印象派の、うん、同じ時代に共に歩んだってことですね、はい、次のページお願いします。これです。あら、あー、これはそうなんです。これはまた美しい。一方ルノワールは女性と光を表現するのが得意だったと。これはもう一般市民の方の、うん、そうなんです。貴族とかじゃないんです。洋服的にそうですよね。そう、次もお願いします、うん、ほら、あら、もう街のこうね、貴族じゃないですよね、うん、これ見て。で、だからルノワールは当時日本もそうだけど男尊女卑がまあすごかった、うんうんうん、その中でも女性をたくさん描いたのでむちゃくちゃ人気出たんですよ。ほう、印象派っていうのはあの多くの人から、うん、なんだろう、まだ認知されないからやっぱ売れないんですよ。でもルノワールはいち早く女性だと、で女性を描き続け、パトロンの女性から人気出た。なるほど。でもちょっとルノワール行き過ぎて、次のページ晩年はですね、裸を描きまくると。あらあらあら、女性の裸を描きまくると、はい、まあ、まあ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 、よくねこうあるかもしれない、はい、あのググってください、ルノワール、女性裸でしたらもう晩年裸ばっか描いてます。特にふくやか、ふくよかな女性が好きだったと。覚えてます？も、ルノワールの顔イケメンだったです、ね、確かにあのシュッとしてね。そういうことです。女性の裸を描いてっていうことですね。なるほど、はい、で次のページお願いします。印象的な、これはモネの作品です。モネの作品、ほう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 。次のページお願いします。水面に映るこれルノワール。あ、同じところで同じものを描いてもちょっと違うんですよ。違う、うん、まあ、2枚ともね素晴らしい、素晴らしい、まあ、女性が真ん中です、ね、なるほど。これルノワール1個前戻せますかね。なるほど、ね、あ、どちらかというと水をメインに描いてるという人物。そうか、人物が風景にしちゃってこっちの手前の、はい、でもめちゃくちゃ上手いですよ。でこれモネ、ね、水と光、日本、これチームラボなんですよ。それを、そっか、そうなんです。あの踏襲して今のデジタルでやってるのがチームラボ。チームラボがあんだけ海外の2023年10人に1人の外国人がチームラボ行ってるらしいです。そのぐらいチームラボが売れた理由っていうのはそういうことだ。あ、それは、あ、お、ね、公にしてるんですかね。してます。しているというか、言ってないけど、もう見る人が見たらすぐ分かる、そうっていうことらしいんで ね、 なるほどね。いや、知識ないと分かんないわ。で僕が言いたいのはさっき言った、年代とかで、分からないの当たり前なんですよ。だって分かってないから、知識、認識ないから、発想ないしね、発想がないから、うん、だから考えが違うの当たり前。でもお互い喧嘩せずに一回相手の気持ちになってみてっていうか、うん、一回、分かり合う努力はしてみようよと。それでも無理なら無理と。なるほどね。っていうことを、その話か。そうなんです。つながった。笠原ともつながるんでね、ぜひ皆さんね、ゴッホ展、このあとポスト印象派でゴッホ展今ね、うんうん、やってますので、ぜひ見に行ってくださいということで、うん、ちょっともう時間なんでごめんなさい、すみません、そういう感じでちょっと盛り上がっちゃいましたけど、はい、スタッフさんもありがとうございました。すみません、すみません、ありがとうございました。それでは締めたいと思います、はい、エンタメジャック西部横の番組は新車再生の更新中、 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしましたということで、すいません、もう時間ギリギリで、とんでもないです。来月もよろしくお願いします。またいっぱい喋っちゃいますよ。センドラー